殿様バッタの作り方をちょっとアレンジしてみました。途中までは鶴の折り方と同じです。私のやり方では白い方を表にして三角に折ります。それから色がついている方を表にして四角に折ります。そしてこの部分を持ってそーっと寄せると、はい、この形が出来上がりました。ここからは鶴と全く同じです。羽になる部分を折っていきます。ここに折り目をつけるのを忘れないでください。この折り目のところで羽を伸ばします。ここまでできたら羽と羽の間を開きます。そして足になる部分に切り込みを入れておきます。そうしたらまた元のように戻します。そして鶴と同じように足を折っていきます。次に羽を手前に折ります。三角が見えるように折ってください。反対側の羽は裏返したら中心に先が来るように折ります。そしてこれをまとめて半分に折ります。だいたいバッタの形が見えてきました。バッタの羽になる部分を少し斜めに折り上げます。切り込みを入れてありますので足が4本あります。そのうちの2本を手前に。このままでもいいのですが浮いてきやすいので少しボンドをつけましょう。ボンドはほんの少しでいいです。前足を上に折って下に折ります。反対側も同じようにします。後ろ足はこのように大きく折り上げます。昆虫の足は胸に6本ついているのであと2本ほど足りませんが、なんとなくバッタの形には見えるでしょうか。これで一応完成です。ここに触覚や目をつけていきます。画用紙の切れ端などで触覚を作ってください。頭の先端部分に
ボンドを少しだけつけます。昆虫の目は複眼になっていますから、描いてもいいのですが、ラメの入っている糊を今回は使いました。盛り上がるようにつけています。緑の草原をイメージするところに置くといいですね。小さいものは1/4のサイズで折っています。